愛知県岡崎市の二郎系といえば丸銀二号と言われるほど超有名店です。日曜の11時に行きましたけど11時10分で満席、帰り夜日曜日の8時半ぐらいに通ったんですけど、5名様待ちと食べログ話題のお店でありかなりの大人気店です。冷凍ラーメンもテイクアウトも行っています。今まで二郎系、数々の二郎系食べ歩いたんですけど、私がおすすめする二郎系はラーメン大豚ほか、まあ、こちらも YouTube に載っけてますんでぜひ見てください。小盛りで 240g、 小盛りで十分だよな。二郎系って結構お腹膨れるから。サインも15枚ほどありましたね。芸能人の方も多数来店、かなりの人気店ですね。タコさんウィーナーに交換システムもあるそうです。二郎系とタコさんウィーナーって結構珍しいメニュー構成だなと思います。あと岐阜の二郎系ならガジローがおすすめです。結構食べやすくなってますね。レディース盛り650円もあるなんて幸せだな。僕もレディース盛りでよかったかなと思います。今日はラーメンショーを注文させていただきました。でもラーメンショーでも 240g だもんな。大1650円。ラーメンも高級品になりつつあるのかなと思います。台湾混ぜそばなどもあります。後の動画で載せてあるんですけど、台湾ラーメンや家康ラーメン、岡崎の八丁味噌の家康ラーメンや中華そばも置いてあります。台湾ラーメンといえば名古屋のソウルフードですもんね。つけ麺も置いてありますね。担々麺もあります。かなりメニュー構成が豊富で、二郎系がダメな方でも大丈夫なメニュー構成となってますね。家康ラーメンも気にかかったんですけど、二郎系ラーメン店ということで今日はラーメンショーの二郎系を注文させていただきました。トッピングも品揃え豊富。こちらがチャーシュー、チャーシュー分厚いですね。こんなチャーシューこの店でしか食べれないかなと思います。味は初め来た時はかなり薄かったですね。友人もちょっと薄かったなと。ただ卓にラーメンダレが置いてあるのでそれで調節できます。ただコクとうまみがちょっとなかったので、うまいかまずいかどちらかといえばまずいかなという部類に入りますね。ちょっとインパクトがなく、コクうまみもなく残念だったかなという二郎系ですね。油は少なめ。ご来店お待ちします。バイチャー。